こんばんは。幼少期の親との関係で愛着に問題がある場合、自分で改善できることはありますか？姉がやんちゃで大人しくていい子ちゃんだった私は割とほっとかれて育ちました。また私が小学校低学年の頃から母がうつ病で、私はヤングケアラーでした。いい子じゃないと愛されないという前提があって、恋愛でも仕事でも辛いですということですね。だからまあ、自分で改善できることはありますかって言われると、なんか難しいんだけれど、難しいっていうか、まあいろいろあると思いますけど、まあさっきの話と一緒ですね。まあ僕の YouTube 見てもらうとかですね、僕のメンバーシップに入ってもらってオンライン自助会に参加してもらうとか、そこでいろいろグループディスカッションをしてもらうとか、あとは普通にカウンセリングを受けるとか、診察を受けるとか、デイケアに通うとか、あとはまあ身近な人間関係ですよね。友人や恋人との関係を深めていくとか、そういう中でこう自分が子供の時に寂しかった思いを一緒に共有したりとか、話し合ってみるとか、まあそういうのもいいなと思いますね。いろんな形で心って成長していくので、これだけっていうことはないと思いますね。まあいろんなパターンがあります。はい。